おはようございます。12月20日の朝5時56分、相場解説になります。デイリーから見てみますね。同じなんですけども、こう下に下がってきて、ここできっかけがあって、こういうふうに上がってきたということと、あとこちらがね、こういうふうなフラッグになっているんじゃないかなってこと。これずっと同じこと言ってますよね。ずっと同じこと言ってるってことは、ずっと前からこうなるんではないかなっていうのが崩れてないというふうな形ですよね。だから仮説がね、正しいかどうかって毎日見ていった方がいいんですよ。だからたまにやると分かんなくなりますんで、毎日だいたい同じ時間に、24時間のうち同じ時間にね、私の場合だったら朝6時半から7時ぐらいですけども、同じ時間に見るようにした方がいいですね。こういうふうに入っていって、こうフラッグがね、形成されるんではないかなと思ったら、そのまんまずっと行ってますよね。こう面白いように言ってますよね。で、ここで降りるんではないかなと思ったら落ちてきましたよね。すごいでしょ。だこれをね、確かめるためにも毎日やった方がいいですよ。で、4時間の方を移りますと、ちょっと消えましたけども、大きな三角形がここにあって、ちっちゃい三角形があって、大きな三角形があって、ちっちゃい三角形があって、ちっちゃくなっていって、また大きな三角形ができるかなと思ったらできずに、レンジという形になったというふうなね、ことを申し上げてきました。じゃあ、レンジのところ、右上の四角だけをクローズアップしたところが1時間に出てますんで、1時間足を見てみましょう。そうするとですね、こちらの方が天井になって、ここに当たったら下に下がるんですよ。で、下の方はここですよね。ちょっと下はみ出てますけども、この大きく上に上がるところから始まって、下に下がって、ここに当たったらね、上に上がっていくということを繰り返して、でここはちょっとね、小刻みなんであまり触らない方がいいよって言った回がありましたよね。でここで上がって上上がるんだけども下がると、でここでまた上に上がってくるというところで、このレンジが見えていれば、あれ、このレンジが見えていればですね、こことここ、きっちりと利益を取ることができるわけですよね。で今後なんですけども、私はですね、こういうふうに上がっていくんじゃないかなと考えてますね。もしここを割って下がるようでしたら、もちろん売りでいくんですよ。売りでいく場合は、ここまで下がるというふうに考えていきます。ということで、今日一日の動きの中で、このまま跳ね返って上に行くのだったら、これにくっついていって、買いでエントリー。そして、こういうふうに下に下がっていくようでしたら、ここで売りでエントリーというふうに決めていけばいいんじゃないかなと思いますね。時間軸で言いますとね、こういうふうな感じで、109円の150を割って下の方に行くようでしたら、そこからエントリーですね。109の150ですよ。ここを割って下に行くようでしたら売りでエントリーしましょう。で、買いでエントリーするところの見極めは、109円の365あたりを上回って上の方に向かうようでしたら、買いでエントリーしていきましょう。で、利確ポイントは109円の615あたりです。よろしいですかね。今、数字言いましたんで、そのように、2つのポジションを取っていけばいいと思いますよ。それでは、本日は以上です。勝利を。